劇団エグザイルのメンバーの誰かの彼女になると、まあ、自分が女性だとして、うん、劇団エグザイルのメンバーと誰か付き合うとして、うん、誰を選びますか、理由も教えてほしいです。うわ、僕はね、お、結構すぐ出ますか、町田くんですね。あれ、やっぱりあんな絵に描いたような彫刻のイケメンと、あ、確かに付き合って、はい、手のひらで転がされたいですね。あ、転がされたい。逆に転がされたいです。自分が女性だったら。ちょっと振り回されてみたいみたいな。振り回されてみたいというか、ついていきたいですね。はぁ。もう自分がもし、信子だったとしたら、やっぱりそのタイプだなとは思うので。まあ、引っ張ってくれそうな感じですか？引っ張ってくれそうですね。あ、確かにそんな気しますね。違います、町田さん。あ、いや、もう、町田さんも、もう素敵です。大好き、大好きです。だけど、佐藤さんが付き合うとしたら。俺ですかね。はい。出た。自分だって。俺かなっていう。自分、はい。はい。それはなぜですか？まずそのメンバーが女性のと一緒にいるとこを知らないっていうのが、まあ、大きい。まあまあ妄想ですからね、これね、はい、あるじゃないですか。はい、で、まあ、俺が一番楽しいんじゃないかな。意外なとこ見たことないですか、鈴木さんの。鈴木さん身長185センチ。大きいですよ。筋肉すごくて。すごい。で、僕が入った当時からもう先輩っていうふうにこの僕のことを可愛がってくれてたんですよ。うん、そんな鈴木さんがですね、はい、なんと飛行機が苦手なんですよ。で、それも苦手なレベルがちょっと上気を逸してて、はい、乗り出す30分前ぐらいからちょっと顔色がおかしくなるんですよ。本当にです、ね。で、ある旅番組の帰りの日に、はい、たまたま台風、で飛行機がその日すごい揺れますっていう日があったんですよ、はいはいはい、でも翌日鈴木さんが仕事があるからその日どうしても飛行機に乗らなきゃいけない、ね、で僕と正康さんだとマネージャーさんがいたんですけど、僕と正康さんは時間が余裕があったんで、うん、別に次の日でもよかったんですけど、あ、まあどうせなら3人一緒でっていうことで一緒に帰ることになったんですけど、うん、その日もう鈴木さんの顔の色づいたらやばくて、嬉しそうだな、本当に嬉しそうで喋るな、もう飛行機が揺れるたびに、うん、この大きな体で、大きな体で僕もう鈴木さんの手を握ってました、僕が、うん、はい、ということで